い、皆さんこんにちは、渡辺グルビッシュです。では今回は信長の野望、戦国理史年、小林秀明プレイ続きをやっていきたいと思います。引き続きですね、関東方面では徳川、結城、連合軍との交戦中になります。ここは守ったり攻めたりっていうのをね、繰り返しながらというところになると思うんですけど、今はですね、元桜で交戦中になります。で、一方ですね、ちょっと四国の方、前回から騒がしくなってきているかなと思うんですけど、いよいよちょっと四国を平らげようということで、長宗我部、討伐戦を始めています。で、すでに兵を出しましたので、この辺りもね、今回じっくり見ていければいいかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。敵を追い詰めるぞ。出るぞ。必ずや勝つ。気になるのはやっぱり関東の方がね、激戦になっているっていうのがあるんですが、兵糧不足で兵が出せない状態か。こういう状態になってくると結構きついから、一旦講和して兵を休めたいなというところになってきますけどね。どうなんでしょう。騎乗する。行きます。逃げるなら今のうちだ。かかれ。四国を全部平らげることができれば、武将をね、だいぶ補充できるようになるんじゃないかなというふうには思っています。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。なので、どっかのタイミングでまた結城とは一旦、そうですね、停戦をしてもいいかもしれませんね。黒瀬城に人が入っていないから援軍が出せないんだよな。今これ徳川勢が出てきているんだな。森山城の防衛ができるかどうか、ちょっとかなり微妙な状態だな。しょうがない。一部の兵を森山、元桜、ここに分割して配置して、この南極を乗り切りましょう。承知いたしました。で、関宿にも兵を常駐させておかないと危ないしな。かしこまりました。なかなか厳しい戦いが続きますね。兵糧も心配だしね。兵糧が心配なので、小早川隊は一旦返すか。この辺りに武将を入れる余裕が出てきていないっていうのがきついな。どうする？小早川家は今武将が2人しかいない。しょうがない。一刻も早く四国を落とそう。で、四国から武将をごっそり引き抜きましょう。ただ四国の方も苦戦してるな。乗り込め。ご命令を報告いたします。先月の収支です。承知いたしました。お任せください。お任せください。関宿をちょっと守りたいので、関宿に増援を派遣するしかないけどな。ちょっと兵糧、あとは兵数も含めてピンチにはなってきてますね。一刻も早く四国のケリをつけたいですね。そうなってくると。どうした？よし、かかってきな。城をガリガリ落としていきましょう。
よし、これも武将になってもらうしかないからな、はるかちゃん。表情を始めましょう。報告しますね。報告しますね。早速はるかをただまさけの与力にしてくれっていうのはしょうがないな。報告いたします。先月の収支です。それはそれとしてだ。報告いたします。元桜に攻めてきている八須賀家政か。これ強力だな。とりあえず一旦兵を出すしかないからな。江戸城からも兵を出そう。我が策お見せしましょう。戦国にさっさと武将を分け与えていかないといけないからね。1秒でも本当に早く城を落としていきたい。承知いたしました。攻め込みます。出陣するぞ。敵将捕らえました。もうここまで来ると完全にリンチ状態ですけどね。いやー、ここに来て徳川の攻勢がきついな。どうする？関宿は絶対に脅されたくない拠点なんで、関宿は守るとしてだ。あとはもう出せるところからガリガリ人を出していって、なんとかしのぐしかないですよね。いるかというと元桜かな。元桜が取り囲まれてるけど、まあこれは増援が間に合うでしょう。一時的に。問題は関宿だな。関宿、元桜、森山、この辺りが今交戦中ですね。ここを武将を出すためにも一刻も早く四国を切りつけたいな。出陣します。包囲します。お味方が捕獲されました。表情を始めましょう。報告いたす。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。さてと、誰が捕獲されてるんだ。長谷川か。長谷川が捕まってますね。森山城は人は入っていない。入ってはいるか。じゃあ最悪持ちこたえられるな。関宿が危ないね。これ見ると4万近い軍勢に攻められてるんで、これを一旦しのがないことには始まらないな。かといって元桜もきついね。元桜もだいぶきついことになってるけど、大野隊は関宿に向けよう。いやもう火の車だな本当に。あー武将がいない。そうなると本当にこの長宗我部配下の武将いかに早く取り込んでいくか。時間との勝負ですね。逃げ道などないぞ。城が取り囲まれました。城という状態ですね今。行ったり来たりで忙しくなってきましたけど、まあなんとかここはしっかりと元桜の防衛を果たすところからになりますね。
で、関宿も危ないな。関宿が本当に危ない。出陣する。いや、本当に三成は何やってるんだと言いたくなるね。声が聞こえてきたけど、いや助けてあげたいんだけどさ。お任せください。かしこまりました。関宿持つかな。ちょっと微妙だな。時間的には元桜は増援が間に合いそう。森山城はどう？そうすると戦国隊は森山城の救援に向かった方が良さそうだな。だけど元桜で足止めを食らいますよね、このままだと。小早川秀明も前線にちょっと出す兵糧が足りなくて出れないと。いや本当にいよいよまずくなってきたね、兵糧不足による。城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。関宿が落ちた。お味方が捕獲されました。逃げたければ逃げなさい。敵将を捕獲しました。いや、いよいよきつくなってきたな。とりあえず四国の方は取りがつきそうなんで、ちょっと前線を戻れ。岩槻に戻そう。森山城が危ないんだな。森山城も落ちるかもしれないな、このままだと。出陣します。お任せください。抜かれたか。元桜と森山の落ちる。せっかく取った千葉が奪還されるな。しょうがない。しょうがないね。ここはしょうがないか。諦めるか。森山は捨てる。いや、森山は守ろう。森山は守って元桜を捨てる。お任せください。で、小早川秀明は全軍が出せないんだったら半分と9000でもいいんで、この9000で元桜救援に向かってもらいます。いやー、結構きつい戦いになってきてるな。敵が我が領内に向かっております。かお味方が捕らえられました。敵に城を奪われました。森山が奪われました、元桜も奪われた。攻め込むぞ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。戻ります。起乗します。そしたらちょっとこの関西勢を少し関東の方に振り向けましょう。兵として十分に残っている人たちは、5000以上の兵が残っている人たちは関東に振り向けて、一旦関東の兵力バランスを
元に戻しましょうか。敵が我が領内に向かっております。これは要請できる援軍ですね。できないか、きついね。推し城か、推し城も落とされたくない城だからな。推し城今全然兵が入っていないんで、森山城を防衛するとしてだ。森山城の防衛はなんとかなるよね、数的には。承知いたしました。そしたら小早川秀明は急いで推し城に向かせよう。承知いたしました。ちょっと待って、停戦ができない理由がよくわからない。今だって連合に入って、そうか、敵も連合に入ってるから、勇気も連合に入ってるから停戦ができないわけだな。しょうがないね、こうなると。こうなると一刻も早く長宗壁を滅ぼす以外に道がないな。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。まだ落ちないのか。負ける気がしないな。よし、ようやく落とした。捕獲した。長かったな。そしたら福ちゃんも、敵が我が領内に向かっております。入れましょう。本当に武将の数だよな。いつも信長のゲームやってる時に武将の数が足りない足りないって言ってますけど、ここでもね結局同じことになってきたな。武将の数のマネジメントが戻るとなんかできていないと言われればそれまでなんですけどね。お見せしましょう。城が取り囲まれました。ちょっと待って、森山城にいつの間にか大部隊が来てるんだな。大須賀隊1万が入ってる、来ているんだな。これがどうにもこうにもならないわけだ。捕らえられました。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さて困ったな。長宗壁は滅ぼして四国は収まりましたけどね、代わりに関東で劣勢が続いているという状態だな。一旦徳川と、まあそれこそ結城と停戦したいけど、それも叶わないとなってる今、どうするかだな。城が取り囲まれました。推し城がピンチだね。いざ参ろう。推し城も取られるのか、このままだと。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。さあどうする。ちょっと戦線を縮小した方がいいですね。推し城は捨てて川越、岩槻、江戸、この辺りを防衛ラインに設定するほか、ちょっと道がないかな。というわけで早め早めに武将を前線に送っておきましょう。後手後手に回るとまたどうにもこうにもやりくりが間に合わないということになりかねないので。
早め早めに武将をちょっとね前線に送っておきます。後方にはねそれなりにまだ武将もっていうか兵かな、兵は残ってるんで、兵糧の消耗覚悟の上でこういう形で今みたいにねピストン運動ピストン運動じゃないですね、ちょっとねそっちの方に頭がいっちゃいましたけど、ピストン輸送していくしかないかな。さあこれである程度まとまった軍勢の数、それこそ10万規模の軍勢は組織できたかなと思うので、これで一旦前線を支えましょう。最悪千葉はねまた失ってもしょうがないかなっていうのはあるんですが、千葉の方もねできればせっかく強力な敵を相手に奪ったところなんで、なんとか確保はしたいですよね。そのまま今操作しているこの遠征軍ですね、この遠征軍の組織が終わったタイミングでおそらくその長宗我部の配下の武将たちが登用できるタイミングになるんじゃないかなと思うので、そのタイミングをちょっと待ちましょう、こらえましょう。そこまではお味方が捕獲されました。みんな遅れるな。表情を始めましょう。報告いたす。先月の終始です。報告いたす。敵が我が領内に向かっております。いたしました。出陣する。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。承知いたしました。お味方が捕獲されました。お味方が捕獲されました。結構捕獲される率高いよな。長宗我部はどうした。長宗我部はまだ入ってくんないのか。こっちに長宗我部を待ってるんだけど、ひたすらに裏付きが持たないのか。いざ参ろう。城が取り囲まれました。岩付きも落とされるか。いや長宗我部さん本当に何してんの。いい加減さちょっと諦めてほしいんだけどな。ご命令を報告いたします。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。我が方の城、しょうがない、奪われました。お味方が捕らえられました。戦場へ参る。いざ参ろう。勇気が本当に邪魔くさいよな。主家の徳川家を差し置いて。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。みんな遅れるな。くそ、ここでスタックしてるな。
しこまりました。はっ。出陣する。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。この遠征軍はどこに向かってるかというと、石田家に向かってくれてるんだったら全然問題ないね。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。三成に酒井ちゃんを嫁がせて、ここはもう婚姻同盟を結んでより強固にしよう。この後はもう連合を組むっていうよりかは個別に同盟を結んでいった方がいいと思うんですよ、もはや。さあ城を取り返していこう。まずはお市場から。かしこまりました。出陣します。よし、連合は終わったな。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そうすると各国との同盟の状況を見ておきたいんだけど、同盟は残ってるでいいんだよね、ちゃんとね。同盟は残ってるんで、同盟は維持したまま、各国で対抗していこう。おのおのですね。敵を追い詰めるのです。我が戦お見せしましょう。承知いたしました。承知しました。出陣する。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。いやでも本当にどうなってるんだっていう感じはするよな。長宗我部を取り込む手はずだったのか。我が戦お見せしましょう。うまく機能してないのか。行くぞ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。しょうがない、ここは手はず通りというか。どうなってる今戦闘してるのは、主に結城だよね。結城なんで朝廷を使おう。いやーなかなか厳しい戦いが続いてますが、そうだな、もうせっかくなんで、ここは一旦徳川とも和睦しちゃおう。で、全ての武将を一旦返す。戻るぞ。戻れ。騎乗する。騎乗する。せっかくね、騎乗します。出張ってきてもらったところで申し訳ないけど、一旦帰らせて、6ヶ月間あればさすがに長宗我部も軍門に下るでしょうというところでいいよね。ちょっとそこだけ確認しときますか。本当に武将がどうなってるのか。
上層壁配下の武将たちが全然入ってこないからね、ちょっとまずはそこを待ちましょう。はい、というわけでちょっとね、グダグダになってきていますが、引き続き、徳川家、まあ、現松平家になりますが、ここの攻略戦、進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きもお楽しみにしていただければというふうに思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。